ハンバー走行車は、第二次世界大戦中に最も後半に生産された、イギリスの走行車の一つである。本社は、ハンバー系偵察車の補充として配備され、戦争終結まで軍務に就いた。本社は、ルーツグループによって生産された。ハンバー走行車は、基本的に、キャリア系 T4 砲兵トラクターのシャーシに、外走行車の車体を組み合わせたものである。 最初の発注では1940年に500両が命じられた。量産は1941年に開始され、1945年に生産が終了するまでに総計で3652両が製造された。半数以上が30。この車両は1941年後半から北アフリカ戦線に投入され、第11景気兵連隊と他の部隊で使用された。また他にも、 ヨーロッパ戦線のイギリス軍偵察連隊やカナダ軍不評師団で後半に用いられた。いくつかの車両はイランの補給ルートの警備任務に当たった。ハンバー走行車はビルまでも用いられた。捕獲されたマーク4型の車両がアーネムで武装新兵隊の第 9SS 走行師団放演したウフェン霊下のアウフクレールングスアプトに使用された。第二次大戦後、 ハンバー装甲車は1948年から1949年までエジプトで使用され、それらの一部は第一次中東戦争でイスラエルにより露角されて使用された。またビルマ、セーロン、キプロス、デンマーク、メキシコ、オランダ、ポルトガルでも用いられた。ハンバー装甲車はインドのニザームハン王国の兵力によってインド軍に対抗して投入された。 1948年のポロ作戦中のことである。いくつかの展示車両、または稼働できる車両は北アメリカとヨーロッパを通じて配分されたものである。ボービントン戦車博物館にはマークアイが、オランダ騎兵隊博物館にはマーク6が展示されている。しかしながら、今日の多くの収集家と熱心な愛好者にとり極めて残念であることに、 大部分のイギリス軍に配備されていたハンバー装甲車は軍務から退役した後射撃訓練の的に使われて終わった。マークアイマークアイ。ガイマークアイ A 装甲車との類似に注意。原型車両。ガイ装甲車の車体をベースにしている。合計 15mm と 7.92mm の別先艦銃を装備している。搭乗員は3名で、社長、掃除手。 重視からなる。300両が生産された。マーク IAA、クワート AA このマーク I は従来と異なる砲塔に4丁の7 9 2ル、mm、ベサ先感銃を装備、垂直に近い角度まで強角を起こすことができ、対空照準が行えた。この車両は、装甲車部隊に対空支援能力を与えたが、連合軍の航空優勢から、マーク2マーク2、 再設計された傾斜走行に注目。砲塔を乾燥し、操縦室とラジエーター周りの走行を強化した。440両を生産。M2OP 全身観測車。2丁の 7.92mm で先管銃を装備。M3 より大きな3人乗りの砲塔に無線手を配置。社長の仕事から無線操作を除いた。M4M4。 砲塔のオーバーハングに注目。15mm ベサ機関銃の代わりに、アメリカ製の M5、または M637mm 砲を装備。この砲は、より高所速であった。砲の後座長が大きくなり、3人目の乗員の位置が変更された。また新しい砲と乗員の位置に対応して、砲塔ハッチが回収された。2000両を生産。ありがとうございます。